ヤンヤン歌うスタジオは、1977年9月25日から1987年9月27日まで、テレビ東京で放送されていた音楽バラエティ番組で、ある。略称、ヤンスター。放送時間は毎週日曜19時19時54分。番組放送開始の2年半前に、木曜19時台で放送されていた、ホーリーブス司会の、歌え、ヤンヤン、が、 全身で同番組のバラエティ色をより強める趣旨から番組リニューアルの形でこのヤンヤン歌うスタジオがスタートした番組は毎回様々なアイドルグループをゲストに招いてコントを行ったり楽屋や控え室などでのトークを放送したりしていた番組の最後には今日の曲目はという視聴者クイズを出題していたがこのクイズは一部のネット局ではカットされていた 放送開始から9年間は、あのねのねの清水国明と原田信夫が司会を、当時東京12チャンネルのアナウンサーだった小倉智明がナレーターを務めていたが、1986年11月2日、放送文からは、片岡鶴太郎が司会を、当時タレントだった堀俊彦がナレーターを務めるようになり、コーナーもリニューアルしたが、 10ヶ月後の1987年9月27日放送分をもって番組開始から10年、全身の歌え、やんやん、から換算して15年の歴史に幕を下ろした。なお、番組第1回の1曲目はキャンディーズのアンドゥ・トロは最終回の1曲目は光源氏のスター・ライト、最後の曲は近藤雅彦の泣いてみりゃいいじゃんだった。あと、 番組として、1987年10月4日に、光源氏、ゆうゆほかをメインキャストに据えた、歌え。アイドルドームがスタートしたが、同番組は1年で終了。その後は、バラエティ路線を強化した、歌え。ヒットヒットに引き継がれるも、これも半年で終了し、日曜19時代の音楽番組シリーズは、同番組の最終回をもって、幕を閉じた。また、 番組終了から1年後の1988年10月4日には、火曜19時代で、ヤンヤンの名を冠した、時代劇バラエティ、カット日、ヤンヤン姫がスタートしたが、同番組はわずか3ヶ月で終了。それから1年6ヶ月後の1990年7月には、日曜11時代で、スマップ出演の、ヤンヤンもぎた手族がスタートしたが、これも3ヶ月で終了した。 それ以後は長らく、ヤンヤンの名を冠した番組は放送されていなかったが、20年半後の2011年4月2日に、土曜18時台で、ヘイ・セイ・ジャンプ出演のヤンヤンジャンプがスタート。途中で別の時間帯へ移動されたものの、同番組は2年以上にわたって放送された。1995年4月16日には、本番組の復活企画として、ヤンヤン歌う。 スタジオ同窓会が19時から3時間にわたって放送された。そして約19年後の2014年3月2日には、もやもやサマーズニをベースに制作された50年のもやもや映像大放出。この手の番組初めてやります SP 内で本番組の復活特集が放送され、初代司会のあのねのねと常連ゲストだった深川敏和、松本伊代、早見優。 堀ちえみが出演した。テレビ、東京系列で年に数回単発特番として放送される懐かしの昭和メロディにおいても本番組の映像が放送素材に用いられることがある。2015年11月27日には中野サンプラザホールにて本番組の復活イベント、ヤンヤン歌うスタジオ復活コンサートが開催され、その模様は BS ジャパンで 同年12月13日19時から2時間特番として放送された。あのねのね司会時代、片岡鶴太郎司会時代をオープニングは、愉快なテーマ曲に合わせて、当時のテレ東の本社の近くにある東京タワーをバックにタイトルロゴが出てくるというものだった。タイトルロゴ後に流れるあのねのねが歌うテーマソングは、ヤンヤンロックというタイトルで、1979年にシングル版、 猫にゃんにゃんにゃんの B 面に収録、音源化された。1986年の番組リニューアル後には、テーマソングのみ男組が歌うロック調の別の曲に変更された。オクレネット曲も含む、制作技術美術メイクあたり番組の映像を収録した商品は以下のものがある。ありがとうございます。